リコーダー奏者兼いわゆるハリモン奏者、教会のお金なんかのチューニングなんかもすごくやって、たくさんの曲を残した作曲家の一人です。この時代は小さな歌曲がすごく流行っていて、もちろんそれ貴族以外の人たちもたくさんやったんですけれども、それのテーマの部分を、短い歌のテーマの部分をこう一つあると、いろんな作曲家がそれをいろいろやったっていうような時代でした。で、この最も美しいダフネがっていうのはギリシャ神話に出てくるダフネという、最後はローリエの木になっちゃう美少女が、実際にはこの歌詞としてはなんかアポロのところから逃げてくるというような歌詞だった気がします。なので最初にテーマを吹いて、それからそれのバリエーションをいくつかやるという感じです。